はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。イースクロニクル続きをやっていきたいと思います。サルモン神殿に乗り込んで、なんかここのね会議室みたいなところでパスコードを、聞いたところになります。でパスコードを使うところがちょっと歩いて戻ると遠いんで、一回リターンでラミアの村に帰ります。でね、ラミアの村にね武器屋さんあったんだよね。前回多分スルーしちゃったと思うんですけど、ここがね武器屋さんになってるんですよね。ザレムいらっしゃい、うちの品揃えは最高よということで、ちょっと装備を整えていきましょう。てかなんかめっちゃお姉様だな。ザレムと話す。まだ若いのに随分修羅場をくぐっているみたいね。いい面構えしてるようにお客さん。なんかすごいいい男って感じ。修羅場をくぐるといい男になるんだね。この辺りの魔物を相手にするのならうちでしっかり装備を整えた方がいい。剣、剣は剣士の魂。これはハイパーカッター、これが一番強いか。何でもズバズバ切れちゃう。1万ゴールド、まあ、確かにそんなに高くないな。金は結構あるからね。盾、ラージシールドって持ってなかったっけ。このくらいの盾なら役に立つと思う。6000ゴールド、もう持ってるじゃない。2つもいらないでしょ、そりゃそうだ。で鎧、命を預ける防具なんだからいいもの選んでねと。リフレックスは持ってなかったよね。うちの店の一押し。魔物に殴られっぱなしでも10秒は耐えられるわ。どうなんだ、強いんだかなんだかよくわかんないけど、まあ、一応買えるから買いましょう。リフレックス、これでじゃあ売ってるものに関しては揃ったところかな。装備、ハイパーカッター、特殊な合金を鍛えた驚異的な切断力を持つ剣、その青い刃は強靭さと鋭さを兼ね備えている。剣20も上がった。リフレックス、特殊金属によって作られた鎧、鏡を思わせる表面はほとんどの攻撃を跳ね返してくれる。別に跳ね返さないと思うけどね。で盾が1段階ないね。まあじゃあこの装備でまた神殿の方に戻りましょう。ちょっと入り口へ行くのでルーになります。で門番に話しかけて、お前も忙しいやつだな。あれ、お前この前ここから入ったっきり出てきたところを見てない気がするな。すげえな、そういうのもちゃんと反映されてんだ。テレポートみたいなので戻ってきたかんね。ちょ、お前に別に話しかけたかったんじゃない、ちょ邪魔なんだけど、まあ、ルーのままで行った方がいいのか人間に戻った方がいいのかちょっと分からんけど、とりあえずこっちの地区、あ、そうか、パスコード言わなきゃいけないから、まあ、ルーの方がいいか。マジックパーちょっと減ってるね。100くらい減ってきたよ。もうここから先は識別コードによって通せないことになっている。お前の識別コード言ってみろ。これだよね、一番上だったよね。む、了解。では落とし格子をあげよう。何でもそこの地下水路に生贄の人間どもが脱走して逃げ込んだらしい。見つけたらすぐ通報するようにな。はーい。で敵がかかってる。おお、さすが剣を鍛えたからかな、だいぶ強い気がする。こいつさっきと同じやつだよね。いいね。こっち側はないね、何にも。こっから中に行けるね。ん、イベントか。これ誰つだ、あれ、ダレスの顔見るの初めてじゃん。ここまでだ、赤毛の剣士よ。高らか人間の身で我ら魔に抗うは愚にもつかぬ行為としで、早々に立ち去るがいい。僕は君の仲間だよ。今この場で立ち去れば許してやる。こいつ冗談が通じねえな。人間に戻ろう。おお、なんだなんだなんだ、え、食らった食らった食らった、こいつすっげえ食らったんだけど。人々回復しとこう一応。これ死んだら嫌だな。ちょっと全回復します。じゃあ早々に立ち去りましょうか。立ち去ってまた入る。こいつずっとここで待ってんだな。あ、一応俺の方向くね。先へ進みましょう。
このダレスの行為を拒絶するか。愚かな。おお、ルーになった。一生その姿で過ごすがいい。女神に踊らされている者には似合いの姿だ。これもう戻れないんだよね。ファイヤーとか一応使えるは使えるか。攻撃手段がないわけではない。でもまあ魔物だったら別に敵と戦うことは多分ないからね。水流の彫刻が施された扉、鍵がかかってる。こいつとかね。怒ってる。え、話せないの？それともここの魔物はちょっと特殊なのかな。やべえ、きついんだけど。もうちょっとでレベルが上がるね。よし、結局戦闘するのかよ。でも敵からは多分向かってこないんじゃないかな。そうだよね、敵対してるわけではない。こっちからちょっかいを出さなければ敵対はしない。まあそんな感じか。あ、人がいる。うわー、魔物だ。我々がここに隠れていることがバレたのか。みんな扉を押さえて、絶対にやつを中入れるな。魔物がまだいる。なんかガリガリやってるよ。みんな扉を押さえて、絶対にやつを中に入れるな。状況を説明しようとしたが今の姿って人間に言葉が通じない。なるほど、人間に戻れと。なんだっけ、これ使ってみよう。貝殻、貝殻から老人の声が聞こえる。アドルか、落ち着いてわしに分かる言葉で喋ってくれ。何を話しているか分からんぞ。レグジーなら魔物の言葉は分かるかもしれん。わしにはさっぱり分からん。あ、そうなんだ。これ魔法使えるよね。リターン、脱走者たちの隠れ家。ここも行けんのか。ラミアの村に帰ろう。こいつに話すぞ。魔物、アドルか、どうしたんだ。その格好は魔物みたいだぞ。すげえな、なんでわかるんだ。髪の毛だけしか面影がないのに。お願い、マリアを返して。結構あれだね、でもルーだからか、ちょっと可愛い系の魔物だからね。みんな街の人はそこまで恐怖を感じてない。魔物がわしのような老いぼれに何の用じゃ。アドルは自分が人間だと必死で訴えた。なんじゃと。そうか、呪いをかけられたのか。どうしてそんな姿になってしまったか詳しく説明するんじゃ。呪われた時の状況を説明した。詳しくも何もさ、ダレスに魔法をかけられたっていう一言だよね。なるほど、かなりの魔法使いじゃな。よし、とりあえず元の人間の姿に戻る方法。以前わしの調べた文献によれば、神官ダビーの魔法の品の一つに聖なる杯、聖なる灰というものがあるらしい。それに満たした特別な水は聖なる水に変わり、その水の神秘の力は魔法による呪いすら打ち消す。聖なる灰は他と違って壁の色が異なる部屋にあるという。なんだそりゃ。それを見つけてきなさい。はい、わかりました。ちょっととりあえずまた回復しましょう。よし、じゃあ進んでいきます。マジックパワーを回復したいけど、まあ大丈夫かな。色が変わってるけどさ、こいつなんか思うかね。なんだ、またお前か。こいつの思い違いはすげえな。どんだけ思い違いしてるんだ。じゃあこれでまたさっきの区画へ行って、これどうなのちなみに。魔物対魔物、不意打ちができるんだけど。向こうからは敵対してこないよね。モンバーン、その2がいるから、ちょっとあいつにちょっかい出してみよう。こいつ敵対はしてない今のところ。ただ攻撃をできる。てかこれアドルから攻撃を仕掛けてるんだな。攻撃を仕掛けてるからあいつも放り出すと。でさっきここに行って呪われて、ちょっと回復してる時にね、その地形的なものを調べたんで。広すぎるからね、ここ。こっちもなんだろう、ケンタウロスみたいなやつだな。
え、こっちの方、結構でも経験値たまりがいいね。しかも不意打ちができるからさ、こっちからダメージを食らうってことがほぼほぼない。ここ草原な空気が漂っている。で、なんかこれを使う、ライト、聖なる灰を手に入れた。杯なんだかよくわかんない。リターンで帰ろう。で、ラミアの村、なんか行ったり来たりだな。おお、来たか来たか。聖なる杯を見つけてきたな。これで人間の姿に戻れる。ほう、ちょっと見せてくれ。なんでハートが出てんの。レグチーは聖なる杯を手に取って嬉しそうに眺めている。いや、そのつい研究対象としての興味が。聖なる水を作ってみるか。ここの古井戸はわしの自慢で研究対象の一つでもある。この水は700年も昔から絶えたことがない。わしの調べでは聖なる水を作る特別な水とこの井戸水は同じ性質を持っている。この井戸水を聖なる杯に満たせばきっと聖なる水が出来上がる。っていうか水ってどっから湧き上がってくるの。ここってさ、天空に浮かんでるじゃん。どうやって水を調達してるんだろう。あ、それもなんか魔法の力か何かなのかね。井戸水を満たしましたと。さあ飲んでみなさい。これで人間の姿に戻れるはず。ごくごくごく。これでもさ、戻ってもさ、また呪いかけられたら、呪いかけられて水飲んで、呪いかけて水飲んでの繰り返しになるんじゃない。耐性がついたのかな、水を飲んだことによって。まあ、あの姿も愛嬌があった。さて、でまた神殿に戻るか。ヒットポイントとマジックパワーは完全回復してるね。で、またルーの姿に戻らないと、あそこは通過できないはずなんで。ただまた君かね。君この前ここから出てったきり。入ったきりか。いい加減怪しいと思えよ。左から行こう。右はなんか変なやつがうろついてるかな。まあいっか、とりあえずルーの姿になって進んでいきます。ちょっとマジックパワーの減りが早いね。でももう7減っちゃってんな。いや戻ろう。で、あ、そうか、なんかよく考えればさ、なんかリターンの魔法使ってさ、あそこ行けばいいんじゃん。脱走者たちの隠れが、これが早かったわ。いちいち歩いていくんじゃなくて。おい、これは驚きだ。アルドルじゃねえか。なんで知ってんの。俺だよ、ランスの村の鉱石堀のボーツだよ。知らん。ラスティーニの中で魔物に捕まってこのざまさ。だったこいつ全く覚えてないんだけど。聞いて驚くなよ、リリアもここにいるぞ。俺たちと一緒に逃げ出して奥にいる。何かっていうとあんたの話をしていた。リリアに疲れるとはやるねえ。顔見せてやんなよ。この人間たちのさ、強さがどれくらい強いのかよくわかんないよね。我々はうまく魔物から逃げられたけど、マリアが逃げ遅れてしまいました。このままでは彼女が生贄にされてしまう。あ、君はアドルだろ。また知らねえやつが話しかけてきたな。覚えてないかな。俺は溶岩村のノイト。全く知らん、お前なんて。ここに来る前にキースっていう魔物からこんな話を聞いた。女神の王宮へ続く道は特別な封印によって閉ざされている。何でもかつて女神が持っていた品があれば、女神像に触れることで神殿の本館に行ける。なかなかトリッキーな仕掛けだね。あ、リリアがいる。アドルさん、本当にアドルさんなの。嘘みたい、もう会えないかと思ってた。村の近くを歩いていたら魔物の人間狩りにあって捕まってしまった。金付き堂の近くに集められたところをキースという魔物に助けられてみんなでここまで逃げてきた。逃げるとき彼がこれを持っていけと渡してくれました。神殿の扉を開くのに必要。アドルさん、きっとあなたの役に立つと思う。この鍵を受け取ってください。ってそんな神殿の鍵なんて持ってんの。キース、どこからともなく不気味な声が響いた。
ご苦労だったな女神のしもべよ。ダレスが来た。貴様のおかげで脱走者どもが見つかった礼を言おう。っていうかさ、こんなところだったらさ普通に探し出せるよね。お前らのさ部下無能すぎるだろ。そいつらは知ってはならんことを知ってしまった。生かしておくわけにはいかん。知ってはならんことって何？赤毛の剣士、貴様は自分の痛みに耐えることができるが他人の痛みはどうかな。脱走者ども、それほどまでに生贄が嫌ならばここでいい人まで。石化した。突然あたりから音が消え静寂が広がっていく。脱走者を見つけ出したお礼に貴様は見逃してやる。こいつも甘いよな。こいつがさ甘いからさ部下も無能になってしまうんじゃないか。ダレス、自らの力のなさと愚かしさを胸に刻みつけるがいい。まあ、一応ダレス的にはアドルを苦しませようとしてるんだろうけど、だって一番最初のさ魔物にされる前もさ、なんか今行けば見逃してやるみたいなこと言ってたしね。アドル以外の時が止まったようだ。石になったの？時が止まったの？こいつなんだ。石になってさ意識があったら最悪だよね。動けないまま意識がなく眠ってる状態だったらさ、まあまだね、レベルアップした。その寝てる時と変わんないからいいっちゃいいけど、動けないで意識があって、あれこっち行けない？行けないね。水を引かなきゃいけないのか。地下水路っぽいからね。でちょっと待って、どうすんだ。あ、そうだ、鍵を手に入れたから、鍵を手に入れたからこっちの鍵は開かないよね多分。なんか水流の鍵がどうちゃらこうちゃらって言ってたから、そこまでの鍵ではない。この神殿の鍵は出てきて、敵は倒しながら行こう。こっち登っての、こうやって結構敵がワンサがいるな。ここに入ろう。でここなんだ。わかんない、広すぎてわかんない。ああ、でこれさっき言ったとこだな。あの聖なる杯があったとこ。もう金はいらないでしょさすがに。あ、ここ、あ、扉が開くね。宝箱があるね。タイムストップの魔法、すげえマジキュパー使いそうなんだけど。タイムストップ、タイムストップしても意味ないよね。ちょっと探索をしていきますか。いて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 、ケンタウロス倒す。いやマジでわからん。よしこっちに入っていこう。なんもね。広すぎるよね、ここのマップが。こっちにも行けるね。で、動きよって、あいつもこう使ってくるの。あ、レベルアップした、よし。危ない危ない危ない。あ、やべ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 。結構一発食らうだけで体力減るからな。ちょっと待ってくれた。タイムストップって何これ、使うと、あ、3000ゴールドを手に入れた。金はいらないってさっき言ったばっかね。ちょっと装備を、通行証、こんなんだったっけ。薬草は2つしかない。リンゴ、リンゴってさどれくらい回復するの。15、微妙。なんかあったよね。あ、これ、安らぎの指輪。
まあ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 使いどころはあるか。3しか減らねえじゃん。ちょ待って待って待って、1体くらいだったら倒せるか。どっから入ってきたんだ、自分がどこにいるんだか分からん。あー宝箱がある。今ヒットポイントが190か、255までいくはずだからね。1回につき5くらいずつ上がっていくから。あ宝箱、アイアンシールド、これで、あここのシールドが並んだね。よし、さらに出てきた。これ正面からいける？よくわかんねえ。ちょっと待って待って待って、いて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 、人々100切ったらもう1回食らったらちょっと回復しよう。これよりさ普通にファイヤーの方が良くないか、火力で押し切る方が。当たらん。入れるところに入っていこう。もうよくわかんねえから、あめ正面から行くとダメージをもらってしまうからな。あれここさっき来なかった、これ来たね、結局戻ってきたな。こっち行けない。そうやってるうちにレベル上がった。この下からこっち、こっち、で、こっち。違うな。ここは来た。だから一回こっち行って、下の区画に行こう。違う、ここも来たね。なんか、なんもねえみたいなこと言って。で、左に行って、ここも来たよね、だから。結局、くる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 回ってるだけなんだよな。敵がワンサか来んな。でここに来て、この先降りて、でここ宝箱があったところで、こっち、あこっち行ったっけ、こっち来てないっぽいね。でここ出て、やべ、食らった。ちょっと待って、回復しよう。こっちを倒してから回復しよう。やべ、これちょっと待って、一回セーブする。ここまで来て死にたくないかな。ちょっと、ってあれ なったんだっけ。ちょっと見づらくなっちゃったよ。引っ張ったかな。セレクト、あ、セレクトだ。で、回復しよう。マント来て、回復します、ちょっと。進みましょう。結構回復に時間がかかるからね。でここも何にもない。で扉開けられるところがね、こっちの区画じゃなくて、あの作戦会議室のあった区画、あそこにもあるみたいなんで、どうだのみ、そっちの方へ戻りましょう。ここはね、こっちが散ってな。なんだこれ、あれ使いたいのよ、これ。一回ダミアの村に戻って、でまたルーに戻ってこいつ何回来てんだって全く疑われない。無能すぎる。ダレスの部下だからね、やはり無能でしかない。でちょっと敵と戦うのも、もうこっちの方の敵は弱いからあんまり経験値たまんないと思うんだよね。なのでルーで行こうかなと思ったけど、そうだよ、マジックパワーが減るんだよ。でこっちの方のなんか開かなかった扉があるらしいんだけど、どこだ。
ここだ、ここ。ここの扉を開けて、先へ進んでいきましょう。地下水道。敵が、さっきの地下水道と全然違うんだけど。うわマジかよ。なんか、初めて攻撃らしい攻撃をしてきたな。じゃあいけない。基本あの敵か。まあ、それなりの経験値は見れる。ただ結構危険だよね。炎の連発のダメージを食らってそのまま死ぬ恐れがあるからな。こういうところとかで結局水が張ってるから水をどうにかしなきゃいけないと。魔法はファイヤーにしておこう。おおおお、やべ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 、ちょっと回復しよう。油断してた。マジかよ。どこでセーブしたっけ。あ、ここか。死にたくねえとか言ってたところだ。この区画だから、まあ、地下水路に戻るところからかね。ちょっと次そこから扉の前からじゃあ次回やっていきたいと思いますので、今回はこれで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。